午後のリサイタル。今日は山根美代子さんのピアノ独奏でベートーベンのピアノソナタ破綻調悲愴、ドビュッシーの喜びの島、そしてショパンの夜奏曲衛兵長調、以上を聴いていただきましょう。山根美代子さんは安川和子、ルドルフ・ゼルキン、ルドルフ・フィルクスニーの各師に師事し、パリ国立音楽院を卒業されました。1961年ブゾーニ国際ピアノコンクールで優秀賞を受賞。現在は幅広い演奏活動を行われるほか、後進の指導にも力を入れておられます。では山根美代子さんのピアノ独奏で、まずベートーベン作曲ピアノソナタ破綻調作品13悲愴を聴いていただきましょう。
ベートーベン作曲ピアノソナタ破綻調作品13悲壮でした。山根美代子さんのピアノ独奏、今度はドビュッシー作曲喜びの島を聴いていただきましょう。
山根美代子さんのピアノ独奏で、ドビュッシー作曲「喜びの島」でした。ではおしまいに、ショパンの夜奏曲「永平町長」作品15第2を聴いていただきましょう。ショパン作曲夜奏曲永平町長作品15第2でした。午後のリサイタル、今日は山根美代子さんのピアノ独奏でベートーベンのピアノソナタ破綻調作品13悲愴、ドビュッシーの喜びの島、そしてショパンの夜奏曲永平町長作品15第2、以上を聞いていただきました。